漫画を使いこなす、富樫の力量の凄さ。レオリオは横目で見ていて、ゴンは真正面が読者を見ている。ところが、その、クラピカだけ読者を見ていない。このね、怒りが風化という表現が面白い。実は、もう、クラピカの中では怒りが風化しちゃってる。彼は最高のハンター大したセリフじゃないんだ。でも、この繰り返しの中で言われると、 彼は最高のハンターだっていうのがめちゃくちゃかっこよく聞こえてくる。2年3ヶ月。もうハンター×ハンターがね、連載してくれなくなってから2年3ヶ月以上経っちゃいました。2年3ヶ月もハンター×ハンターが乗らないっていうのはもう これまでの、まあ、よくあったハンターハンターの救済期間の中でももちろん最長で毎週毎週記録更新してるんですけども、しかしですね、未だにえー、というわけでですね、あの、ハンターハンターの最新刊となる34巻がですね、えー、6月26日に発売されるそうです。一応証拠としてですね、あの、セブンイレブンの通販サイトとアマゾンの通販サイトっていうのが今から上に出るけれど、<laughs> そのリンク先を見ると、表紙が出てないんだけども、あの、予約受付中っていうのがね、ちゃんと出てんだよ。だから、まあ、 はもうこれで出るだろうで、えー、過去 単行本が出た時は必ず連載が始まってるのでですね。まあ、あの、連載は始まる。ちょうどね、あの、始まる頃だというふうに思ってたからですね。えー、それを、あの、記念して、ハンター×ハンターを、え、毎週1シーズンずつ取り上げようと思います。今週は、今日はですね、ハンター試験編、単行本1巻から5巻だね。で、来週はククルーマウンテン編と天空闘技場編、単行本の5巻から7巻。え、再来週はヨーク新編、単行本8巻から13巻というような形で、え、毎週1シーズンずつ、えー、 で、ハンターハンターのです、ね。面白さっていうのをちょっと分析してみようと思います、えー。じゃあ行ってみようか？さっきも言ったようにね。ハンターハンターね。一番最初は実はそんな大した。漫画じゃないんだよ。これ見てもらったら分かる通り、これあの第1話のカラー見開きだよね、えー、ハンターハンターのですね。少年ジャンプの第1話のカラー見開きなんだけども。あの？ 大したことないよね、正直。<laughs> この,あの財宝それを人は彼らをハンターと呼ぶというこのお宝の描き方とかね主人公のこの表情とかねここら辺のその金貨のこぼれ方とかを見てもやっぱ少年漫画の枠の中であこんなキャラクターが出てくるのかってこの描き方を見ても、まあ、ぶっちゃけそんなにねんだろうあのすごい漫画とは思わなかったんだよ。で あの俺本当に『ハンター×ハンター』好きなんだよただ『ハンター×ハンター』ってねあのジャンプの中ではそれは『ワンピースもそうなんだけど『ワンピースも『ハンター×ハンターも』もマスターピースいわゆるレジェンド漫画じゃないんだよね。あの機動戦士ガンダムってあるじゃんで『機動戦士ガンダム』っていまだにずっと続いてて人気があるんだけどなんだかんだ言ってテレビに出る時に例えばお笑いのタレントさんとかそういうのが話題にする時っていうのはシャーとかアムロとかさ いわゆるファーストガンダムじゃん。で、ウルトラマンも、例えばウルトラシリーズも、今、いまだにウルトラマンっていうのは作られてる、仮面ライダーとかも作られてるんだけども、でも商品化された時にやっぱ真ん中にあるのは、ウルトラマンとかバルタン星人とかさ、なかガラモンピグモンとかさ、なんかそういう初期のウルトラ怪獣ばっかりじゃん。それは何かっていうと、そのレジェンドと、あとなんだろうな、あの、現在進行形の話の差だと思うんですね。レジェンドになったものっていうのは、 なんか幅広い年齢層にすごい受け入れられてるんだけども現在進行形の話とかあとなんだろうなあのそれから10年後くらいに続けられたのは確かにファンやマニアはいるんだけれども実はレジェンドにはなかなかなりにくいで少年ジャンプで言うとねやっぱりね北斗の剣とかドラゴンボールはレジェンドなんだよでそれに比べてハンターハンターとかワンピースっていうのはなんかレジェンドじゃないんだよね言っちゃえばなんかあのドラゴンボールがガンダムだとしたら 「ハンター×ハンター」っていうのはゼータガンダムぐらいでいやもうゼータガンダムのファンにしてみればゼータこそがガンダムとか言うんだけども <laughs> やっぱそれぐらいのポジションの作品であるというまずその引いた目で見たらねただ漫画として見たら俺本当に最高の漫画だと思うから、まあ、熱く語るわけですで第1シーズンの「ハンター」試験編のこの面白さっていうのはね「ハンター」試験編なんだけどテストの多様さにあるんだよね 一応5次試験まであるんだけどそれだけじゃなくてまずハンター・ハンターの会場あのハンター試験の会場に行くまでのテストとかねものすごい多様性に飛んでるんだよ。でおまけに最後まで全員がハンター試験って言うんだけどもみんながこう最初に期待する戦う戦ってどっちが強いかで決着つけるとかっていうのが全くない。 もう、う。本当にないままま判断試験が終わってしまうでもちゃんと見た感じ盛り上がりはあるっていうですねすごい面白い作り方をしてるんだテストそのものが6段階に分かれててまず第1段階 ハンター試験会場に行けないっていうテストがあって。でこれでハイペースでストーリーが進むんだけれどもで第2テストとして、まあ、第1試験で諭さんっていう人についていくっていう「ついていくだけ」っていうのが何話も何話も続いて、まあ、障害物競争みたいなものかなスローダウンでキャラ紹介するっていう。で第3試験がプラハとメンチっていう、ね、あの美食ハンターグルメハンターが出てくるんだけどもこれはあのミッションクリア型で。 コミカルな話を見せるってやつ、ね、で4つ目のクエストがトリックタワーというやつでまあてっぺんになんか高い塔のてっぺんに行ってそれを最後まで一番下まで行きましょうというねあの初の戦闘と見せかけて実は全ての戦闘が頭脳戦であるっていう,もうここら辺もね富樫さんのいわゆる普通のバトル漫画を描きたくないっていうのが。 こう現れて面白いよ、ね、で、えー、最後にですね、あの、ゼミル島というところでお互いのネームプレートを取り合うという。中で対戦に見えるんだけども、実は、なんだろうな、アドベンチャーというかですね、インディ・ジョーンズみたいな冒険者である。で、えー、最後ですね、最終試験として出てくるのがですね、その、 なんだろうね。まるであの、ジャンプの人気投票システムみたいな、どのキャラに人気があるのかっていうのが重要なんだっていう、印象度を競うっていう戦いになってる。この辺が面白かったよね。じゃあ、よいしょ、最初の、まずね、えー、っと、これだ。前哨戦、会場に行けないだよね。えー 5話で出てます。第1話「旅立ちの日」第2話「嵐の出会い」第3話「究極の戦隊」第4話「魔獣桐子」第5話「第一次試験開始」というふうなことでですねこれあの第4話の,あの一番最初のページなんだけどももうあのハンター会場に行くだけで4話か5話を費やしてるんでそれでそ,のそれぞれのクリアが違うと。例えば第 旅立ちの日というやつは育ての親の水戸さんという人が反対になるのを反対しててっていうやつなんだで水戸さんが、えー、貸したミッション大きい魚釣り上げてこいって主を釣れてこいっていうクリアした時にあとはその回想シーンでなんで反対になりたいかを語られるとこれも普通の回想シーンじゃなくてゴンの回想シーンの中で えー、ゴンが憧れてるカイトさんっていう人が出てきてそのカイトさんの回想シーンの中でジンというゴンのお父さんの後ろ姿が出てくるというかで統治法みたいな関係代名詞が二重個重構造になってるみたいなすごいなんか変な構造で作られてるんだけどストーリー自体すごいスピーディーだと。で2話が嵐の出会いで、まあ、レオリオとクラピカっていう後々になってもこうずっと出てくるメインキャラクターの2人が出てきてで海が荒れて船長が意地悪言って「お前らが反対になりたい理由はない なんだんだだっていうのを言うっていうこれもねなんかその説問型っていうのかな型のクエスチョンになってるでもその質問っていうのはちゃんと答えを出しながら実はゴンが嵐の中でなんだろうなうあの海に落ちそうになった男の人を助けてあげるというような形で対立が解消されるっていうね本当にねうまく 戦闘がありそうなんだけど回避されてそれが必ずしもはぐらかされた感じがしないという風なお話になってんだねで3話が「究極の選択」ってやつで、あのー、港にやっと着いたんだけどもさあどうやって会場に行ける一本杉まで行けるだろうかというようなことでここであの「ハンター×ハンター」でもうこっから先延々ある、あのー、2択と見せかけて3択。 究極の二択一というのを出してそれで悩んでるとゴンが3つ目のいわゆるテーゼがあってアンチテーゼがあって人テーゼがあるっていうそれをなんか乗り越える型の回答を出して乗り越えるってやつだよね。だからあのこのね一番最初のハンター会場に行くクエストっていうのは全てゴンが人間力で なんか解決してるやつばっかりなん,だよなんかこうあのレオリオとクラピカが対立してる時にゴンだけが嵐の中で吹っ飛ばされた人のところへバッと行くとかねそういう人間的な魅力で全部解決するという形次の「魔獣キリ子」もそうだね「魔獣キリ子」もそのゴンだけが動物魔獣を魔獣として見るんではなくて一人一人のキャラクターとして見てるから見分けがついたということで魔獣キリ子の機嫌が良くなって手伝ってくれるとかね全てゴンの人間力で解決してるってやつですね。 まああのこういうねあの一番最初の,あの前哨戦会場に行けないっていうふうなだけで割とね普通の漫画でやるようなアイデアっていうのもザク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 出してる。でこれも、ね、さっきも言ったように単なる障害物競争というか、ね、単なるかけっこなんだよ。<laughs> この受験生311名ヌメーレ出現って書いてるんだけども。 単にこのサトスさんという人に後ろにとかついていくだけなんだけどもうここへ来るまでの段階でみんなもう疲れ果ててんだよねなんかね6時間ぐらいこの人の後追いかけて走っていくというマラソンをやってその後ものすごい上り坂の階段を上らされた後、えー、すごい危険な平原の中をついていくるでこの辺りからお話はスローダウンしていってレオリオ・クラピカあとやっと出てきたヒソカとかキルアとかの見せ場っていうのかな キャラのの掘り下げというのが始まるとで、さっきまでのその第一の会場に行くっていうクエストは、クエスト自体が複雑でいろいろ面白いんだよ。ところが今回は、このサトツさんの後に遅れないようについていくっていうクエストがすごい単純な部分、ストーリーが弱くなって、その代わりにキャラの掘り下げが深くするっていう、このあたりの10話までの緩急の作り方っていうのはすごい上手い。あの 5話までをストーリー主導であくまで子どもたちに分かるようにこんなクエストこんなクエストこんなクエストというのを1話完結で見,つけた見せたんだけども6話から先は延々ただ単についていくっていうだけでキャラクターの掘り下げをさせるっていうもうねあの,あの10話までの展開は本当にあらゆる物語作家のお手本となるような本当にうまい作り方をしてるんだ。で 一、まあえー、次試験開始第6話一次試験開始パート2でレオリオの頑張りを見せて実はトンパはってい,いう伏線もある。トンパっていうあのねなんか嫌なキャラクターがいるんだよ他のあのハンター試験に出てくるやつらをなんだろうなあのいじめたりなんていうのかな心理戦で追い込んだりしてやめ捨てるという,うなやつなんだけど俺これが好きで,でなんで好きかっていうとあのさらっと出てくるセリフであの「 なんだろうなハンター試験申し込み回数35回最多記録って書いてあるんだけどもちょっと待てよとトンパってじゃあ10歳の頃からハンター試験で今45歳だからさ10歳の頃からハンター試験出てるってことはゴンより若いんだよゴンより若い子どもの頃からハンター試験に出てて延々生き残ってるから実はこいつさりげなくすごいんだっていうのそのさりげなくすごいキャラクターだから後ろの方になってきて何でこいつが生き残れたのかっていうのがやっぱりその。 ガ漫画の中ではどれぐらいなんだろうな状況が読めてあの裏が読めるのかというのは頭脳戦が主力のキャラクターであるというのが後で分かってくるんだけどまあ実はトンパがすごいというのが分かってて。でえー なあのその後、まあずっと走っていくだけの話だから何でレオリオは反対になりたかったのか何でクラピカーは反対になりたかったのか何でキルアは反対になりたかったのかってそれぞれの自分語りがそのずっと後ろを走っていく中で続いていってでヌメーレ平原出現に出てからは出現の中の生物が最大の敵と思わせてその中に出てくるそのひそかっていう まあ、最後の最後までいまだに訳の分かんないキャラクターとして出てくるいわゆるワイルドカードっていうのかなジョーカーみたいな感じで出てくるキャラクターなんだけどそいつがいきなり周りの人間を殺し出すと。で「ハンター×ハンター」ってこの、あのー、8話ぐらいまで人死なないんだよねこういうすごい追い込まれたような感じであっても全然人が死なないような感じだったのが8話ぐらいからガン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 単にハンター試験に参加しただけの罪もない人がゴンゴンゴン,ゴン死んでいくんだよ。 だからなんか、ね、タッチが変わってくるで9話の「霧の中の工房」でひそかの行動原理を読者に考えさせるようになるとつまりひそかが「俺がハンター試験やってやれよ」って言って周りのキャラクターを殺した時になんでこいつはこんな行動するんだろうっていうふうに読者が考えるに仕向けてくるでレオリオとかがなんかこうなんで助かったのか俺はいまだに謎なんだけども <laughs> まあそういうふうな話になってくるでよいしょ。 でこのヌメレヘイゲン佐藤さんについていくっていうのが終わったら第3クエストなんだよね。プラハとメンチっていうのが出てくるそのグルメハンターの,あの話なんだけどもこれはね与えられたミッションをクリアする。例えば、えー、とメンチだったら、えー、豚の丸焼きを持ってこいって。 もう豚を捕まえて持ってくる。メンチだったら、握り寿司を作れって言われたら、もう全員、握り寿司って何なのか聞いたこともないんだよね。で、日本出身の半蔵ってやつだけが寿司を知っていてニヤニヤしてるとみんながあいつは知ってる知ってるってやつで、なんかね、コメディーだけで、このシリーズを書き切ってるんだよ。だから、反対試験で、さっきも言ったように、ヌメレ平原で割と殺伐とした話をしたので、その次は、人がね、死ななくて、 ななんかか笑っちゃうようよ話ばかり。特にこの,あの寿司を出すって言われたら、えー、この時に考えたのがサイズを考えてみる手で握れるようなサイズで新鮮な魚というふうに言ったら、まあ、こういうふうなものを考えてダメというふうに言われて次はゴンが同じようなものを考えたらお前もレベルが同じでガーンとなっていてで心中を察するとゴンと落ち込んでるゴンをなんか慰めるみたいなこういうコミ,コミカルな流れをずっと作るんだ。だ ちょっと深刻な流れを一旦緩急で言うと緩やかにするような形でお話をずっと面白く作っていくあの、なんだろうな。でね、僕がね、やっぱりね、あの、面白かったのは、このグルメハンター話の後で、えっ、ー、とね、飛行船に乗ってネテロ会長が、えー、次の会場へ連れてくときに、じゃあ、 ちちょっとお前たち遊ばんかっていうふうふに、ゴンとキルアに言うんだよでゴンとキルアに、このボールをお前たちがかあの向こうへ着くまでに取れたらお前らがもうハンター試験無条件で合格じゃというふうなことでゴンとキルアが2人でやるとでここでようやっとそれまで謎だったキルアが全開で一生懸命取ろうとするんだけど取れないとでキルアは早々に諦めちゃうんだけどゴンは諦めないというなのがあってでキルアはこれ以上無期になったら殺しちゃうかもしれないなっていうふうなことを 言いながらやっぱ心の中でムしゃくしゃする部分が晴れないんだよね。で、キルアはこのドンって当たって文句言っただけの人を殺しちゃうんだよね。なあのキルアも実はハンターハンターの中では人情キャラでゴンのことが大好きで妹のことが大好きでいいやつみたいに見せてるんだけども本質は気に食わないやつを なんだろう、自分の中のむしゃくしゃを解消するような殺しちゃうようなキャラクターなんだよねでもそういう今コメントに流れた悪人なんだ悪人をいつまにか僕らは多分「ハンターハンター」のキャラクター同士やるとキルアが1位になることって結構あるぐらいのなんかいいもんキャラみたいにいつまにか捉えてるんだよだからそこら辺がこのハンター「ハンターハンター」の面白いところでもあり恐ろしいところ。 あの後に出てくるゴンの魅力というのは何かっていうと善悪の判断をせずにすごいものをすごいというふうに思っちゃうというふうなものがあるんだけどもそれはこの漫画の中でも富樫さんという漫画,画家旗が持ってる性格なんだよねどうやってもこの人っていうのはこういう悪いことをやってる罪を背負ったキャラクターなんだけどもなんか僕らこういう人物だっていうのを忘れちゃう。 もう、あまりにも妹好き好きとか言ってるからついつい許しちゃうところがまあ面白いところでこれ何かっていうとこの前にキルアが刺極っていう足運びを見せるんだネテロ会長と対戦する時ネテロ会長っていうのは反対協会の会長ねその人からボールを奪うという時に足運びに緩急をつけるだけで分身の術みたいに見えるんだ。これもなんかすごく新しい分身実の術っていうのは漫画の中に出てくる時には素早く動くとかさ あとなんかまあ念の力みたいなのがあるんだけども足運びだけでいわゆる見てる人間の心のリズムを狂わせてどこを歩いてるのかわからないみたいなものを、暗殺術だよねそういうのものを見せて、ね、でで恐ろしい子供だっていうふうに寝てる会長に言わせて後でゴンにあれどうやるのを教えてって言うとお前は知らなくてもいいし知ってはならないっていうふうにうなんでかなんで寝てる会長がそういうなんだろうな いわゆる戦闘の技なのに、戦闘の技を極めたネテル会長が本来尊敬するはずの戦闘の技なのに、なんでゴンに知ってはならないって言ったのかっていうと、それは暗殺術であって、それが行き着く先っていうのはこういう世界だ。つまり、キルアが本質的に持っている邪魔なもの、腹が立つものは殺してもいいという世界だっていうことをネテル会長が分かってるから、そういうこういうなんか知ってはならない世界だという後に、このキルアのシーンがあるんだよ。 ら、そこら辺っていうのは、ね、やっぱりその漫画読んでるとワクワク感とかキャラクターの魅力に引っ張られてよくわかんない時があるんだけどもちゃんとねそういう道徳的な伏線っていうのはきちんと張ってるところが「ハンター×ハンター」の少年漫画としてのうまいところだと思う。えー、で「トリックタワー,、えー」次の第4クエストだよね。 えー、まあまあまあもうすぐ終わるから待ってくれ <laughs>、えー。第4クエストのトリックタワーっていうのはなんか高い塔の中に入ってこれをなんか下まで降りろとなんか何時間以内やかな,なんかあの何72時間だかなんか何だか以内に降りろというようなクエストなんだけどもダンジョンを次々とクリアしていくやつで実はバトルがまあほとんどないんだよねあの工夫だけでいうあの8話もあるんだけども最初はその 男女の中にどうやって入るかだけで1話終わってしまってで次の話ではそのこれから5対5の戦いが始まると。 ドラゴンボールだったらもう5対5の戦い、先駆け男塾だったらもう5対5の戦いって言ったら、絶対バトルシーンなんだけど、5対5の戦いが始まったら、一番最初にで、こちら側から出ていくのが例のトンパっていう、なんかこう、憎めない45のおっさんが出てきて、向こうから殺人鬼が出てきて、さあどうなるかって言ったらトンパがいきなり土下座して、参ったって言って、いや、5対、5対五で戦うんだから、とりあえず3回かじゃいいだろうってことで、いきなり降伏して、で、あの、 レオリオが首を絞めて「おめえ何考えてんだ勝木ねえんだろ」って言ったら「いや勝木なんかねえよ決まってんじゃん」 俺はこういうのが楽しくて、ホビーで趣味で参加してるだけであって、俺は別に反対なんかなる気ねえぜっていうのをこう語るっていう。まあ、まさかのトンパ語り。<laughs> あの、レオリオ語りのはなんかね、二ページないぐらいなんだ1ページ半ぐらいでレ,レオリオ語りがあって、で、これまで自分のことを語るので一番長いのが、あのー、 クラピカの2ページ語りかける2回っていうのがあったんだけど、トンパ単独で3ページにわたって <laughs>、己の心情を語るっていうね <laughs>、トンパ愛されてる <laughs>。で、一番俺が好きな、 あの「多数決の罠」っていう回なんだけどもうこれを俺この回で「ハンター×ハンター」大好きになったんだけども多数決でやってはいけないことそれは何かっていう相談と挙手であるっていうのは永遠とんぱの独り言で心理描写で多数相談と挙手が何でやってはいけないのかっていうのを論理を四段構成で書いてるんだけどど真ん中に顔を置いてこういうふうに書くこの小回りの面白さっていうのかな。なんかあの いいよね。「ハンター×ハンター」ってこういう文字だけのページになった時のワクワクドキドキ感これが悪い方に走るとグリードアイランド編のカードを見せるだけで4ページ連続っていうのがあるんだけどさあれはさすがに俺も引いたんだけどもこの頃のその文字だけを見せるんだけどもどういうふうにそれを絵を入れていっていこうかとなんかこの目線とかを入れることによってこのキャラクターの考えとかが 分かりつつ何を言ってるのかを小学校の子供にもわかるようにこうゆっくりゆっくり論理を展開する。だからこれを読んでるだけで割とね論理学の初歩が学べるようなテキストになってんだけど、まあ、すごい面白いんだよね。で、えー、最終問題がこのあのトリクターテてその最終問題が3人しか通れなくて早い道と 5人で通れる長い道がある。さあ、どっちを通るか。と2択に見せていて、またゴンが、人間力というか、トンチを使って、第3の方法を見せるという、さっき言った、テーゼ、アンチテーゼ、人テーゼ型の回答で、クリアしたと。で、えー、第5クエストがゼビルトのネームプレートって言って、お互いに持っているネームプレートを奪い合うという形なんだけども、あの、やっとここで、 いいい。わわゆるる、ワイルドドカーーーとして出て出くる密かのネームプレートをゴンが奪ななきゃいけないこれゴンが奪った瞬間なんだけども奪われたことを胸のカードが奪われたことを左手で確認して何だって見た時のこの嬉しそうな顔そのカードネームカードを奪われたことが悔しいんじゃなくてネームカードを奪うぐらい成長してくれたことが 嬉しくて。でも嬉しいんだけどもこれは全く愛ではないわけだよね。<laughs> なんかこう美味しそうに実ってみたいなワクワク感で見られてっていうなこのなんか一連のやりとりで初めてそのゴンとあのヒソカが直接対戦みたいなことをやるんだよ。でこれもこの瞬間だけで終わってしまう。どん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 引き伸ばされる感じね。でこのあとでようやっとあの なんだろうな、お互いのネームカードを奪い合いの後で、ちょっとだけ対戦があるんだけど、それもまあ一瞬で終わってしまうっていうような感じになってる。なんかあの本当にね、ハンター×ハンターっていうのは、こういうワイルドカードというか、ジョーカーとかね、いう無限の力を持っているような謎のキャラクター。それは、ある時はクラピカ、ある時はキルワ、ある時はヒソカなんだけど、ヒソカだけは今に至るまで本当に全力の力を出さないんだよね。で、ゴンも、 可能性だけ、主人公だから出されていて本本当の本気っていうの気いいい。うつもでも見えないそのも最も初期のカードがいまだにその連載して次34回発売されることになってもまだ直接対決していないという凄さが「ハンターハンターの」の懐の深さだと思うんだけどもね。最後はあの最終試験は、えー、お互いにですね戦って であのマイタと言った方が、えー、負け。でえー、マイタと言わない限り戦いが続くというような形でまああのゴンはこの半蔵という忍者キャラと戦わされるんだよね。で半蔵があまりに強くてで絶対勝てないはずなんだけどもゴンのんだろうなまっすぐな目を見て半蔵が、えー「気に入ってしまったんだあいつがで」っていう風なところでこのキルアの目いわゆるこれって嫉妬なんだよね。つまり すべての能力を持っていて、で、お兄ちゃんから闇人形というふうに言われてて、お前は欲望を持たない。違う、俺はゴンには友達になりたいんだというふうに言ってたはずなのに、ゴンに対して持っているのは友達になりたいではなくて、何よりも気に入ってしまったんだ、あいつがっていうふうなことで、こんな顔しなきゃいけない。こんな顔何か、これが単純な嫉妬だったらいいんだけども、自分がゴンをひいする理由もこの人と全く同じなんだよ。つまり、そこでなんか、 なんだろうな最終的な「ハンター×ハンター」試験で最後に出される印象値っていうのが「少年ジャンプ」の中で人気漫画になるためにはっていう設問と全く同じ「好かれる」というのはどういうことか影響力がある人っていうのは無視されない人っていうのはどういうふうなもんなのかっていうのをクライマックス試験に持ってくるっていうねなんかそのなんだろうな漫画の構造というかジャンプ漫画の構造自体を あのクエストの中に入れ込んだこの辺りの作り方がねなんかすごく面白かったですでは、えー、このまま急いで「ハンター×ハンター」についてやってみよう「ハンター×ハンター」はですね34巻最新巻が6月26日あと1ヶ月で発売されます「<laughs> ハンター」を毎週1シーズン取り上げるんですけども、まあ、先々週は「 1> 第1巻でキャラと技巧を取り上げて先週はハンター試験編単行本1巻から5巻を取り上げました今日はこれからク,クルーマウンテン編と天空闘技場編を取り上げます、えー、ここが前の最後ですよねはいえキュルは俺の友達とは絶対に連れ戻すというふうなことでじゃあうちまでおいでよというわけで、ク,クルーマウンテンこ、あのー、の頂上に俺たち一族の住みがあるひょ であの、えー、これが37話なんだけども38話「ジンフリークス」ってタイトルでまだあのハンター試験が終わってないことが告げられる。ゴンたちはハンター試験に合格したんだけどもサトスさんたちがちょっと裏で話してて危うく話しちゃうところだったハンター試験実はまだ終わってないよってことで何かまだある。でも、ゴンもクラカも。ゴンクラカ あと、あのレオリオもそれには気付かず3人でじゃあククルマウンテン行こうぜどうやっていううに行こうっていう風に調べるとでネットで調べてるうちに自分の父親の情報を調べてみたらそしたら何にも残ってないと自分のこの情報社会の中でここまで自分のんだろうな持ってるデータっていうのを隠せるのは一つの国の大統領クラスの権力がないと無理だということでお父さんって実はすごいやつだったなっていうのが まあ、ゴンにじわじわわかってくるなだからあのなんだろうなこれからククルマウンテンに行くっていうふうなことですぐにキルアの話に持っていかずにキルアが今実は拷問を受けてるんだけどその拷問を受けてるのが出てくるのはだいぶ後になるんだそこまでこうだんだんステップバイステップでとりあえずあのハンター試験編の前半がすごいスピーディーだったんだけどもこの、えー、ククルマウンテン編になってからちょっとねスローにもう一回ペースを整えると。 で、三十九話が、次の三十九話が侵入者で、まあ、クルマンテに行こうとしたら、なんと、 意外なことにというか、肩透かしなことに観光バスまで出てて、ここは暗殺でおなじみのゾディアック一家の本拠地でございますというふうに観光バスのお姉さんが案内してくれて、で、クラゴンとクラピカとキルは、おいおい、ほんとかよ、そんなに有名だったのというふうに言ったら、そしたらここから向こうに行くと、死んじゃいますってバスガイドが言って、お姉さん、僕たちここで降りますって言ったら、うーん、坊やたちバカなのって、<laughs> ここで降りたら死んじゃうのよっていうう言うんだけど、ゴンが降りようとすると、元力自慢みたいなやつがガーっと降りてって、えー、なんかゾディアック家がじゃあ俺たちが退治してやるぜ。 雑魚丸出しの感じで行ったらあっという間に骨だけになって帰ってきてバスはそのまま出てしまうと、まあ、こんな感じでなんかあの簡単に殺されるとでもそこでちゃんと表門を開けなければ中に入れない表現できるんだねで門っていうのが一番小さい1の門から最後7の門まであるんだけども1つ目の門が2トンの重さがあると。で だんだん2倍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 になってきて、キルア様が帰ってきてこの間帰ってきた時は3の門まで開けた。3の門は、えっ、ー、と、2×2×2 だからいくらだえー、2、あ、16は十六トンの重さがこうあるんだよ。で、えー、最後の7の門なんか俺さっき計算したんだけど、128トンなんだよ。<laughs> で、どう考えても体重が100キロ以下の人間が128トンのものなんか動かせるはずがないんだけども、ここら辺がね、俺がいつもあの、 なんだろうな「ハンター×ハンター」を考える時にもう、あのー、真面目に考える時のことがバカらしくなる瞬間だよね。いやそんなことを言い出したら別に「ドラゴンボール」だってさ「ドクター・スランプ」だってさなんかあの「ワンピース」だって全部同じなんだけどもちょっと無茶ななやめて欲しいなと思うよ。40話が「ゾディアッケで」でまああのー。 門から入れないということでゴンが切れて羊に電話したら「あのー、会いません」というふうに言われてむちゃくちゃ切れると。で、えー、中に入ろうとしたらあの番犬がいて犬がいるというで犬に食い殺されると言ったらゴンがそれでも入るっていうんだね。で門番のおっちゃんは結構いい人でああこの子はきっと山の中で友達動物と一緒に友達になったんだろうなと思ってゴンを入れてあげると。で 動物がなった瞬間にゴンがごめんねちょっと引っ張ってもうこんな表情になっちゃうんでこれ大丈夫こんな表情になっちゃうんだでゴン君分かったんだろうあれが完璧に訓練された狩猟犬ってやつだというふうなことで、えー、その目が何も映ってないとでえー、まあ君はいろいろ毎日動物と遊んでたんだろうなというふうに思ってたらゴン君こいつに勝てると思う方嫌だ怖いと絶対戦いたくないというふうなことでまあそのそれまでゴンの 能力であった、どんな動物とも仲良くなれるみたいなものがここで一瞬で裏返される快感いわゆるゴンというのはそれまでなんだろう未知の力があって例えば、えー、っとハンター試験会場まで案内してくれる魔獣キリコと一瞬で仲良くなったりできるあらゆる生物と仲良くなったりできるというようなはずだったのがそれが一瞬でくるっと裏返されることによってここから先の冒険の難易度をグッと上げている。 ちょっとなかなかね地味だけど面白いシーンなんだよ。で結局さじゃあそれがダメだからっていうふうなことで特訓するんだけどさ特訓シーンね俺あの面白いなと思うんだけどもこれ全部あの同じ40話なんだよ。電話にして切れてで三ケに番犬に合わされてゴンが戦えないと思ってじゃあ訓練するかって言ったらそしたら訓練するっていうことで。 なんだっけなあ、ごめんね。訓練のシーンっていうのがじゃあははスリッパどうぞ片方 20kg ありますかとスリッパとされてあのあのお湯飲みもなんかこう何十キロもあるっていうふうなことでお茶飲みますか湯飲みも 20kg ありますというふうなことでパーッと言われるとまあ亀仙人の修行みたいなことをこうやらされるんだよね。でこの亀仙人みたいなことの修行をやらされてっていうこういうのが出るのかなと思ったらこれこんだけのコマ数ですごいスピーディーなんで。 でいきなり次のページで「まああなただったら体格もいいし1ヶ月ぐらいであの一の門はいけるんじゃないのか」って言ったらあの「まさか2週間で開けてしまうとは」ってことで、まあ、訓練すればと言ってて湯飲みとかを20キロスリッパとかを20キロって見せてるのにその修行シーンなしで次の子までいきなりギーッと開けて「いやまさか2週間で開けるとは」っていう <laughs> このテンポの良さ。 その細かく細かく詰めてるところと一瞬で流れていくところの思い切りがやっぱハンターハンターすごい気持ちがいいんだよねでえー、まあでこれがまあ40話40話でいきなりサッと展開させて41話「ゾルディック家」で羊、まあのカナリアって女の子が出てきてそれが止めるとで止めるのにゴンが無理やり行こうとして何度殴られても行こうとすることで、まあ、ゴンの人間力かな。 いわゆるこれまでもよくあった半蔵にお前を殺すぞというふうに言われたらそれでも俺は行くのはやめない親父に会いたいからだというので半蔵が心を動かされて。 じゃあ、俺が負けだっていう。ゴンはね何かというと人間力で解,なんかこう解決するんだけど今回もそれでいこうとしたらいきなりそこで情にほざされそうになったカナリアと羊が横から狙撃されてそれも狙撃したのがゴンあのキルアのお母さんというとんでもない展開になっちゃうっていうのがそのゾディアッケ41話だよね。でキルアの母親と、まあ、弟か妹かいまだに僕はわからないやつが出てくると。で えー、その次の話が42話でようやっとここで囚われていたキルワが出てきてお兄ちゃんに散々拷問されてておじいちゃんが「もういいと言っとるぞ」ともういいぞって言ったらその鎖をブチブチとちぎってて <laughs> まあなんかお父さんのところに出頭するんだよねでお父さんと会った時にお父さんが後継ぎとしてゾディアック家を継がさなきゃいけないのはもう明確なんだけどもちょっと2人だけで話しようってことで結構人間っぽい話するんだよで 分かったお前はもう自由だだかが一つだけ言うよ近い絶対に仲間を裏切るないいなって近いよ裏切らない絶対にってことでお父さんと約束してしまうんだよねでこれがそのシルバーってお父さんなんだけどもいい話っぽく見えてるんだけど後でシルバーがニヤッと笑いながらあいつは絶対に帰ってくるって言うんだけどまあこれが呪いになってるんだよねっていうのは絶対仲間を裏切るなっていうふうに言ってキュルアみたいなストイックな性格の人間に言っちゃうと 何ややっっても、自分ががたことが裏切りだというふうに思っちゃうんだだよね。だからこれは後で必ず友達を裏切るっていうふうに自分で思い込んでその時にゴンが「それは裏切りじゃないよ」って言おうともキルアは裏切りだと思い込んで帰ってくることになるだろうっていうブーメンラン的な呪いをかけてんだよね。なんかあのこの辺はさその普通の漫画の伏線ちょっと心理っぽいんだけど伏線なんだけども。 まあもうこれね、作者回収するつもりないよね。これあのー、この一連のシリーズでいろいろ話すつもりなんだけども、ハンター×ハンターにはもう作者がこの伏線はもういいやって諦めてる伏線がいろいろあるんだけど、これはそれの第1号だと思う。たぶんこれが原因でキルアがゾディアッケに戻ってくるというようなエピソードはもうたぶん書かないよ。 まあ、あのキラーはただ単に成仏したからね <laughs> あの。妹のことを忘れてた。ハリのおかげで妹のことを忘れてた。妹のことを思い出した。俺はこれからしばらく妹のために生きるんだ。じゃあバイバイ。っていうふうに言って、<laughs> めっちゃ幸せそうに成仏しちゃったから、<laughs> まあ、これであの伏線は一応あったんだけど、まあ、ないというふうに思っておいてください。えー、で,で、次の43話で、羊団が足止めして、 コイインどっっちに入ってるっていうクズズであります。これも、もうパズルだよな。だからその「ハンター×ハンター」っていうのはバトル漫画に見えてるんだけども実は大半のそのクエストっていうのがパズルであったり謎解きであったり単なるうーんなんだろうな頭脳勝負であったりする場合がすごく多いんだけどもその辺の力勝負と頭脳勝負とパズル いわゆる気づき勝負みたいなものの配合がすごくうまいから僕らはついついバトル漫画みたいに読んじゃうんだよね。もしでバトル漫画と人情とか順番にこうバトル人情バトル人情で来るようなワンピースの単調さに飽きた人間は「ハンター×ハンター」に行くしまあバトル人情バトル人情で全然飽きねえよっていう人はワンピースで我慢できるしもうワンピース最高というふうなことになるしそこら辺がなかなか面白いところだと思う。で 44話で天空闘技場編にいよいよ入ってまあお金なくなったしな能力もつけなきゃいけないというふうなことでレオリオとクラピカが退場するとこれいつ帰ってくるのか分かんない退場にしてバトルもの開始と思えた天空闘技場なんだけども実はそのクラピカの家で湯呑みとか持ってたんであの訓練されてしまってたとなので、えー、ゴンはキュルアに「あお前あの門通ってきたんだよな」だったらもうただ押すだけでいいよって言われて 押すって言ってドーンってやったら勝っちゃったと「うわっ俺いつの間にか強くなってた」どっかで見たことがあるなと思ったらさ「いいかげんにしろよドラゴンボールそのまんまじゃねえか」と思って「ドラゴンボール」で悟空がいつの間にかすごく強くなってたので相手をトンと押しただけで勝ってしまってえらいこっちゃとあの「俺たち強くなっちまったぞなんかクリリン絶対本気で戦っちゃダメだ」という風なシーンがあるんだけども。 もう、よっぽどね、これ、ドラゴンボール、リスペクトなんだよね、このシーンは、本当に同じような流れで書いているから、<laughs> 修行から何から亀仙人の亀の甲羅、何十キロというところから、さっきのスリッパ、湯呑みというのを同じように見せておいて、ドラゴンボールでは、今節丁寧に書いてた、20キロの甲羅つけて何するのかっていうものを丸々飛ばして、結果だけ書く。 でも天下一武道会みたいなものはちゃんと設定してあってその初戦の勝ち方を全く同じ配置にするっていうのがやっぱこの「ドラゴンボール」を意識しててリスペクトしてるっていうのが面白いよね。で45話は「レン」っていう回でこの回あたりからあの「ハンター×ハンター」のいわゆるメインである念能力オーラを使った念の能力っていうのがじわじわと出てくるようになってくるんだ。で最初はその ゴンがもうどんな相手もポン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 倒せるんだけどところがキルアは最初に対戦したズシっていうすごい弱そうなクリクリ坊主の子供をどうしても倒せないとなんか勝つことはできるんだけどそれは全部テクニカルヒットで判定勝ちしてるんだけで KO させたいんだけどゴンみたいに相手を KO させてゴンに俺もやれるぜっていうところを見せたいんだけどキルアは見せたいんだけどところがズシをどうしても倒せないそれは何なのかっていうと どうううももそこにもう一つ能力ががあるらしいいっていうのが分かるところまでが45話46話は「念」っていう回でさもうカタカナの念なんだけども、まあ、会長に2人が勝ち進んでるんだけども余計に会長に勝ち進むば勝ち進むほどキラーの中では何であの逗子っていう子供に負けたんだ負けたんだというか完璧に勝てなかったんだ KO できなかったんだっていうのが重くのしかかってきてで師匠のウィングさんという人を紹介してもらって聞くと、まあ、心を燃やす念っていうのを教えてくれると。 この心を燃やす念っていうのが心の中で激しく思ってそれをなんか決意して意識すると物事が動くというふうに言われるんだでそれを説明するためにお前を殺すっていうふうにウィングさんが言って強く思った瞬間にダンっていうのは何かっていうとキルワが逃げちゃったんだここに足跡だけがあるんだけどもゴンの横にキルワがいたんだけどキルワが一瞬でいなくなったとそれをウィングさんが見てるウィングさんが今のがレンですと えー、意志が強ければ発行動に足りますと。ということでこれを聞いているキルアの顔のアップがあってそのキルアはどこにいるのかっていうとウィングさんの後ろの天井と壁の間にすごい警戒しててへばりついてるんだよね。まあ、すごいかっこ悪いんだけどもこの「お前を殺す」という,うに言って目つきが変わった瞬間に擬音だけして「 キルアがいる位置だけが示されてウィングさんが何も関係なかったのかのようにキルアがさっきまでいた場所に向かって説明していてそのキルアは目をずっと離さずにウィングさんを見つめていてウィングさんが淡々と説明してくてこの一連の流れの構図ってねちょっとでも漫画描く人は今行ったシーンを自分が絵が描いたら本当にこの小回りで描けたかどうか意識してみて。 そしたらこの富樫っていう人間がいかに漫画がうまいのかわかるからこれ本当にねすげえよ念能力で描いてんじゃねえのかな思うえー、っとでまあまあ本当の念っていうのが何なのかっていうのが、まあ、この46話の終わりぐらいで出てくると47話は「見えない壁」っていう回でまあまあ200回まで勝ち進んだんだよところが200回までエレベーターで上がったゴンとキルアが天空闘技場のね 上の階に行くにつれて強くなるんだけど200まで上がったらエレベーターを降りた瞬間になんか怖くて前進めないとそれでも無理やり前進,め進もうとしたらなんかもう足が一歩も進まなくなったらそこになんか懐かしいひそかが座っててひそかがまだ早い通さないっていうふうに言ってくれるんだよねもう、まあ、あのいよいよこれ辺で年の説明があるんだけど気になるのはひそかめちゃくちゃ親切ってことなんだよね, <laughs> なんかねあの なんだろうな実お前たちにはまだ早い通さないって言ってくれてるわけだしここから先延々修行してくれてるから危うく密かがいい人になっちゃってるんだけども、えー、いよいよ年の説明が始まったと。であの僕が入 僕が,入ってるか僕が主催している DMM の, D、MM、のサロンオンラインサロンというところがあってそこにハンターハンター部というのがいるんだでハンターハンター部の部長があのヤムアキというやつで今これ撮ってるカメラの向こう側にいて笑ってるんだけどもヤムアキ君の説ではです、ね、年は実は後で思いついた説なんだ。 お話の流れは考えたんだけど作者は絶対念のことを思いついてないと念能力思いついて確かにそうなんだよ一らの流れで見たら変すぎるんだよだって「キルアって後で出てくるんだけどキルアの家の羊のばあちゃんまですげえ念能力使えるんだよ家族全員キルア以外ほぼ念能力使えるなんでお前だけ使えねえんだよっていうのは変なんだよだから思い途中で思いついたでなんでそのヤムア季節にいるとなんで思いついたのかというと実は ゴンとキルアの実力差をなくすためだと。ここから先、いろんな敵と戦うんだけど、も、キルアがこれまで正体不明、ミステリアスで、すごい強いと。の実力差を数値化すると、ゴンが100だとしたら、キルアが1万ぐらいある。と。これを、なんとか同じぐらいどっこいどっこいにしないと、ここから先のクエスト、修行シーンとかも、そのクリリンと、 悟空が修行するときって実力差がありながら、やっぱ同じ修行を受けて同じぐらいように強くなるという表現ができるじゃん。そういうふうなものは必要だから、どっかでゴンとキルアの実力を似たようなものにしなきゃいけない。それにはどうするかっていうと、念能力という概念をもう入れて、強さをいきなり100万足しちゃおうと。 これまで100と1万の差があったんだけど、そうすると100万100と101万の差しかなくなると、ほぼ実力関係なくなるというふうなことで、じゃあ実際にここから先グリーダーアイランドとかでも実力差はもうほぼ同じになってんだけど、これ念能力っていうやつを連載途中で思いついて無理くり入れることによってハンター×ハンターっていうのは劇的に面白くなったと。なかなかね、あの、途中までこんなに作者が思いついてないことが明らかに分かってて、途中で思いついたのを作者が あまりに嬉しくて説明しまくってるっていう漫画はなかなかないっていういいと思うよ、えー、47話がそういう年の説明を初めてやってくれたとで、えー、28あ48話かひそかの条件でウィングさんから年の説明後ザーッとされてじゃあ君たちに、えー、オーラっていうのが見えるようにしましょうって背中に手を当てて全身の焼香っていう毛穴みたいなものからオーラがバーッと噴き出すシーンっていうのをちゃんと描いてくとで そこから先修行シーンがあるのかと思ったら、そのオーラをっていうふうに説明してたら、もういきなり画面暗くなって、次の日、ヒソカが廊下で待ってんだよ。そうすると、オーラを全身に持った二人がこう来て、なんとかここまで来れたって言ったら、ヒソカがよし、パスっていう、っていうね。<laughs> またもや出ました。修行シーン一切なしっていう。すごいよね。修行が必要とか、オーラすごいとか、年、ね、っていうのはこんなもんかってプロセスをこう書きながら、実は読んでる方が、 退屈に感じて書く側が実は書かないと読者が分かんないんじゃないかなって思ってしまうプロセスっていうふうなものをもう書かないプロセスを書いちゃうとこっから先いろんな修行があるからさもう全部似たようなものになっちゃうんだよね。なのでここはあえて書かないここで年の修行を書かなかった頃からこそグリードアイランド編のそのビスケが教えてくれる念の基礎修行っていうのがすっごい面白く見えるんだよね。でもここで そのウィングさんが概念だけ教えてなんかちょっと言葉で教えて考え方を教えただけでゴンとかキルアが身につけてしまう才能あの2人の才能恐ろしいというシーンだけでキルアとの試験をパスするというこの、ね、すっ飛ばしにおかげてこの漫画はすごいスピーディーな展開になっているんだよな。でこのあと人これから対戦する相手が出てくるんだけども3人とも障害者。 いわゆる車椅子に乗ってる人間足が1本しかない人間片,片腕しかない人間っていうのが出てくるんだけどもそれが何でか何でそういううな状態なのかっていうのも年能力の恐ろしさとして後々解説されてくるとで49は戦闘開始と。で、いよいよやっと天空闘技場に入っててやっと始まったバトルシーンなんだよででウィングのさんの教えを破ってゴンはついつい我慢できずに小松会の義堂といやつと戦ってしまったと。 まだまだ君たちは戦えないと言われたんだけど駒使いで戦ってしまって攻略法が見つからないっていう絶望の回があってで50話「絶」っていう回では、まあ、まだ作者にもね念能力の体系化が出てこないんだよ。できてないんだよ。だからなんだろうなあのちょっとパネル作るの忘れちゃったんだけどもあの駒使いの義堂っていうやつの戦いの時に 操作系っていう言葉が出てきてないんだよね。なので、初の一種で物質にオーラを送り込んでるっていうふうに一生懸命なんか説明してるんだよ。で、えー、そこら辺のね、なんかね、ウィングさんの説明がなんだろうな、念能力が既にあるウィングさんが念能力が既にある弟子の図紙に教えてるんだけどさ、すごい心もとない説明なんだよ。だから後で体系化を。 1>, あの1回でやるんだけどそこまではなんかねなかなかとあの途切れ途切れな説明になってるので単行本持ってる人は是非読み返してくれるとあのここら辺の一生懸命オーラの説明っていうのがねいかにこので年を経って勘で、えー、駒をよけてですね戦いながらの修行というのをやってそれでひそか続ゾク,ゾクするっていう描写を入れて「絶っていう回が終わりと50話が終わり 51話の天っていう回は、えー、またね、このどうやって負けたのかという描写を一切端折って、いきなり、 キルアにゴンが怒られていて、えー、全身12箇所骨折してると、全治4ヶ月で医者が行ってると、何考えてんだったごめんごめんって、謝るシーンから始まって、もう本当にあのあれだよね、エヴァンゲリオンの見知らぬ天井みたいなもんで、ね、最初の人との戦いのシーンがないかと思ったら、いきなり病院から始まって、ちゃんと回想シーンであるぞっていう、こういう統治的な関係っていうのをハンターハンターでは割とやるんだよね。つまり、 そのこういうシーンが来るだろうと思ってたものっていうのを回想シーンにすることによって因果関係っていうのをすっ飛ばしておいしいポイントだけ見せるっていう技法で書いてるとなので面白くない戦闘は書かずに回想で2ページだけ見せてその戦,争戦闘シーンっていうのを表現してると。で、えー、同時にクラピカが久しぶりに出てきてようやっとなんだろうなあのハンターの紹介状を見つけるんだけど雇ってもらえない。 なんでかと,いうと念能力がないからだというふうなことであなたはここを見つけたっていうことは頭がいいっていうことは十分分かったけどそれでも十分じゃないわ俺に何が足りないと言うんだって言ったらこれが見えなきゃダメねって言ってここに念でこうドクロのマークみたいなのが出てくるんだよ。つまりこのゴンがどんな動物とも友達になれるっていうのがそのゾディアク家の猟犬相手に通用しなかったかのようにクラピカがどんなに頭が良くても 通用しない。つまり、それまで持っていた優位的な設定っていうようなものを無効化するシーンがちゃんとクラピカにもあるんだよね。でそこのバランスをちゃんととってると。で、52話のカストロという回は、ゴンはしばらく全治2ヶ月っていうか、まあまあ、2ヶ月の、あの、医者からは4ヶ月と言われたんだけど、まあ、キルアがそこのとこ読んで2ヶ月っていうふうにウィングさんに行って、ウィングさんに2ヶ月の間戦闘は禁止、修行も禁止ですっていうふうに言ったんで、2ヶ月間戦えないんだ。で キルア編に入ってカストロという相手が出てきてカストロっていうやつがどんなに強いのかいね。ヒソカはすごいんだエピソード、えー。キルアもカストロの近くに行こうとしたんだけどかなわないっていう。で、ヒソカも試合が始まったらカストロに一発殴られてしまうっていうのを見せてあキルアとカストロすごい、カストロ強いっていうふうに見せると。53話のダブルという回は、えー、なぜか カストロロが、ヤムちゃんのローうやつを使うんだよね。こう,こうやって。で、もうこの「ローが夫婦剣」を使った時点で、実はこの「ハンター×ハンター」というのは裏,裏ドラゴンボールなわけでもうお前は負けるよっていうけがんだけどやっぱりカストロはこう負けてしまうんだけども、やられ役の技だから使っちゃダメだと思うんだけども、えー、まだこの回ではひそか右,右腕を切り取られると。でえー ストロの能力のダブル分身だよねというのの解説が出てくるとでこの解説のとこに出てくる「超能、えー、超常能力の辞典」という本が引用で出てくるんだけども <laughs> 普通これ「民命処方」なんだけどちゃんと「制度者」って書いてるんだよであれって思って制度者で検索したらアマゾンでまだ売ってたから <laughs> さっき注文したから来週には届くと思うよ <laughs> あったんだい民命処方じゃなかったんだ <laughs> って思ったんだけどね54は敗因というわけで。 えひそかは左腕もこの牢が夫婦圏で奪われてでしかしなぜか右手が復活してるという不思議なシーンを見せると。でか勝つんだけどもこのんだろうねんでお前は負けたのかっていうと。 人間のように複雑なものを念で再現ししかも自由に動かしているのはすごく大変だどれぐらい大変かというとその能力を覚えてしまうと他の能力が使えなくなってしまう僕はそれをメモリが足りなくなると意識している君の範囲はメモリの無駄遣いというふうなことで自分の分身の人間を思い通りに動かすことによって念能力っていうには限界があるオーラには限界があるそんなことをやったらメモリの無駄遣いだと言って勝つんだけどもちょっと待てよと 今現在のハンターハンターどうなってんだよと。<laughs> <laughs> ちょっと待ってよと。現影旅団のコルトピアビル出してたぞとか <laughs>。もう、後々になったら突っ込みのろ満載の。じゃあ、なんでそんな相手にこんなに、ひそか苦戦してんだよか血、血まみれになってんだけどさ <laughs>。この頃までは作者は、オーラっていうか、念能力っていうのを、 自分,の人自分の分身を出して動かすみたいなことをしたらなんだろうなあのメモリーを無駄遣いで負けてしまうそうじゃなくて俺がやってるようなバンジーガムとドッキリテクスチャーぐらいの能力っていうのが一番使い勝手がいいんだよというふうに思ってるんだけどもまあもうむちゃくちゃだよね <laughs> まあこれも後になって考えたらこれで負けたカストロかわいそうだなと思うんだけどもで えー、次のですね五十五話「ひそかわ」っていう回はあもうあの六十三話で終わりだからもうちょっと待ってくれ五十五話の「ひそかわ」っていう回が俺かなり好きなんだけども前回の戦闘シーンあのさっきのカストロの戦闘シーンの、えー、意味とあとひそかの能力の種明かしの回なんだ。 で全部で19ページあるんだけどもそのうちの10ページがもう文字の羅列で説明の塊なんだよね。でこの辺から作者が念能力をまとめ出したんだと思うんだけどもこれそのうちの連続した8ページを一覧にしてみたんだけどこの順番で読むね12345678なんだけど。 もう少年漫画じゃないよね、これは。<laughs> なんかあの、なんだろうな、科学の本みたいになってんだけど、めちゃくちゃもう字が小さくて、アップにしても読めないぐらいなんだよ。こうやって、ごまかして、ひそか、この能力2つがあって、こんな能力だった、こうやって買った、結果こういう流れになったと。で、ひそかはこういうふうに思っていて、 でひそかこの能力が自分に最も適していると思ってるっていうなんかジョジョみたいな変な決めポーズまで行ってややと次とこの8ページのね連続は本当にすごいからぜひ <laughs> 皆さんも単行本で確認してください文字の圧倒量あの前回話したトンパさんのえー、なんだろう多数決の罠っていう時の文字の連続にもめまいがしたけども今のところ連載でこの8ページが密度が一番高いからで えー、ヒソカがもう一人の主人公とやっぱ作者が確信した回なんだよねヒソカっていうのがこのお話の中でメインに出せないメインに出せないなんでかっていうとメインに出したらゴンとしょっちゅう対戦しなきゃいけないじゃんなんでジンフリックスっていうゴンの親父がなかなか出てこないのかっていうとこれも最後のキラーカードなんだゴンとそのジンが会ってしまったらこのお話終わりを迎えると。 とにかくジンはすごくてゴンはいつまでたっても追いつけないっていうのにないと話にならないのと同じようにそのひそかもとてつもなく不思議でとてつもなく強くてゴンがいつまでも追いつけないっていうふうに作者が決定したつまりいずれキルアにしてもクラピカにしても、まあ、もちろんレオリオにしてもゴンは追い抜くかもしれないんだけど最後の最後まで追い抜けないのがこの2人だっていうふうに 決めたで「人」はなかなか安っぽく出すわけにいかないからとりあえず頻繁に出してくる「ゴン」の目標として「ひそか」というのがこの回で設定されたと。で以後は軽々しく「内面」っていうのを書かないけども今回に限って内面みたいなものをちょっと書いてると。で以後クラピカとかキラーはどんどん神秘性を失ってひそかな無敵ぶりを、まあ、見せる流れっていうかそれを解説するような流れになっちゃうんだよね。で この回で面白かったのがこの町との対話なんだけどさヒソ、えー、かが実は現営旅団の隊員だったというのが団員だったというのがわかるとで町が、えー、全員必ずヨークシ市に集合というふうなことで団長も来るのかいおそらくねとで今までで一番大きな仕事になるんじゃないというふうなことで、えー、それは怖いと、えー、どうだいところでどうだい今夜というふうに食事に誘うんだ食事でも一緒にっていうと行っちゃうと。 そうするとヒソかが「残念」ってさあこの「残念」っていうのは何なのかっていうと実はここの手前の「点々点団長も来るのかい?」っていうので何があったのかっていうと実はヒソかはゴンと戦ったんだよね。ゴンと戦ったのでいずれゴンはすごいライバルになるだろう。ということは今一番夢中のおもちゃはもう使っちゃってもいいかなということで。 団長も来るのかっていうのは、いよいよ団長と戦うことを決意したのでもうすぐ町は自分の敵になるのでどうだい食事でもになって町が断ったから残念っていう流れになってんだよねつまりここで俺と食事しておくのがもうお前の人生の最後の楽しみだよでもあるし俺と仲良くしていったら ここの子を味方に引きき入れるるとができるかなそうすると町が生き残る可能性があったかなというのも全部含めての残念なんだけどもこの一連のセリフで「肝心のところで顔を見せてないんだ」「団長も来るのかい」というところで吹き出しで顔を隠す。で「えー、っとそれは怖いところでどうだい今夜」というところでも顔を見せない。で「食事でも一緒に」っていう嘘の笑顔だけ見せて「残念」というところで 本当の表情がちらっと見えてる。この辺りのそのやっぱり漫画の描き方がうまいという言い方になっちゃうんだけどもさ「あのハンター×ハンター」って語る時に設定のうまさよく語られるんだけども漫画家としてどういう駒でどういう顔を見せどういうふうにするのかっていうのがさやっぱ本当に桁違いに上手いのを見せてるその割にこう街の顔とかが「お前なんか悠々白書の頃からあんまりキャラ変わってねえな」っていう <laughs> この親しみやすさっていうのもあっていいよね。 で56話「修行再開」という回があって、まあ、念の説明と個人にあたし支出という説明があってひそか,かとカストコの対戦ビデオを見た時に行つまりオーラを目に全部集めて見るその結果実はヒソかが使っているこのゴムみたいなやつっていうのを図紙には見えるんだけどもゴンとキルアには見えないっていう説明があっていよいよ次のバトルの予感がすると。で57話の約束という回では、 片腕さっきの出てきた片腕だったサダソというやつが逗子をさらっちゃうんだよね。図というのは粘余力があるんだけどさらわれちゃうんだけどもでそこでキルアが成長して逗子、まあ、を取り返すと同時にですねゴンをかばうために相手のなんかこうサダソを殺さないとで俺もなんかこう成長したもんだみたいなもんじゃないけども相手を殺さないって案外しんどいなっていうふうにキルアが言うことでキルアの成長も少しずつこう語り出すと。 でえー、ところが約束させたはずのサダソが裏切ったのでキルアが怒って、まあえー、サダソを殺そうとして不戦勝になるというふうなことでちゃんとキルアの強さも今回もう一回ちゃんと見せて作者キルアを忘れてるわけじゃありませんよと男性のこのちょっと前の回で人気投票の回があってキルア1位だったんだから <laughs> やはりそこでフォローを入れてキルアもちゃんとすごいですよというのを見せると。で 58話で再戦ということで駒使いの義堂というやつとゴンの再戦をやったんだけどもまああっさり勝っちゃうんだよね。で59話九大合格っていう意味なんだ九大点を取るの球大ね。えー、でこの九大の回で面白いのが表紙がクラピカで木の上に座ってて服がボロボロで髪伸びたなって言ってんだけども実は後に出てくるクラピカも年の修行してその年の修行したのは師匠と2人でなんか山の中みたいなところで修行してるんだよね。 それがだいぶ後に出てくるんだけどその時それの伏線でちゃんと木の上で吹くボロボロでまだあの鎖とかを持ってない時代のクラピカ出てくるっていうのをちゃんと出してると。で、えー、この「九大合格」という回はキルア対車椅子のリーベントというやつが戦うんだけどもまあ電流に強いキルアという後に伏線になってくる勝ち方をしてでゴンもさっさと勝ってヒソか線への流れを作ると。 つまりこのフロアでちゃんと勝ったらひそかが戦ってやるよというふうに言ってくれたので、えー、9代合格をもらうって書いた60は、えー、合格という会なんだけどもここでうんと説明されると。この図解だよねもう本当に。 これが属性の相性を示す図ですというふうなことでこの2ページで念能力というのが一斉に説明されるんだけども、まあ、あの同じウィングさんの説明さっきあの俺ちょっと忘れてたんだけども駒を動かす時の説明で送り込まれたオーラ物質にとってみればガソリンの電池のパワーの源のようなものというふうなことで小さなものなら少しのオーラで大きなものを大きさを動かすためには大量のオーラを必要としますと言っていた まあ、操作系っていう言葉が思いつかないので駒を動かす時の,そのウィングさんの説明っていうのはすごい回りくどくなってるんだけどもそれら一気に解決してしまったのが強化化系、変化系、具現系、特質系、で操作系、系変具現特質操作放出これはやっぱ何がすごいのかというとハンターハンター部部長の山木君が言うにはもうあのー。 ジョジョのスタンドもワンピースの悪魔の実も全てもうこれで説明できちゃうじゃんと。いわゆる少年漫画のバトル物に出てくる超能力とか能力戦みたいなものっていうのは全てこの中で説明できてしまう究極の,の,あの超能力体系を作っちゃったっていう風なところがこれのすごいところだっていう風に言ってるんだけど、まあ、確かにそうなんだよね。この2ページで少年バトル漫画の歴史っていうのの変換点なんだけど この変鑑定というのは作者があらかじめ考えたもんではなくて連載の中で苦しみながらひねり出したというところが <laughs> 余計俺感動的だと思うんだけどね。えー、ということで、えー、実は年能力がハンター試験の裏試験だったという回が,あののが、えー、ウィングさんに明かされますと。で61は決戦ということでいよいよン対ヒソカだよね。 簡単な手合わせでしかないね。あの密かが余裕で開始位置から動かないで、ね、ゴンが一生懸命攻撃したいんだけども、あれ気が付いてる。俺開始位置から動いてないよ。って言うとゴンがえっ本当って言うんだけど、これあの寝てる？会長が飛行船の中でやったのと全く同じなんだよね。キルアが先に気が付いて、あいつ動いてないぜっていう。風に言ってゴンがえ本当って言うんだけども。あの寝てる？会長もゴンたちを修行してくれたのと同じようにやっぱここでも。 ヒソカがやってるのはゴンの修行してくれてるだけなんだよね。なんかもう、すごいいい人で。で、一発だけ、ネテロ会長も隙をつかれて素早い動きで見えなくなってゴンに一発食らされたんだけども、ヒソカもゴンの素早い動きに一瞬見失ってしまって、あの、顔をボコーンと殴られるっていう回がこの決戦です。61話決戦。2話の本気という回は、殴られてヒソカ、やっと歩くんだよね。 で、ゴンがプレートをバーンと返す。つまり、一発でも僕を殴れたら、このプレートは受け取ってあげるっていう、単行本で言うと3巻ぐらい前の作戦 <laughs> をやっと回収して、で、まあまあ、それでも、えー、ひそかのバンジーが付つけられて、ゴンは殴られて、くらっと来るっていうところで、62話が終わり。63話のこれからっていうことで、えー、お前はなぜ俺に勝てないのかっていうので、 僕の能力というのはバンジーガムとドッキリテクスチャーだっていうのをゴンに延々説明しながらお前はこうやって負けるっていうふうなことを言いながらヒソかが戦っていくとソカかにね何のメリットもない戦闘をやってで殺されることもなくヒソかが判定勝ちして終わりってやつなんだよね。で、えー、63話のラストシーンで。 本当かよと思ったけどもう後ろに荷物を背負って立って「バイバイ天空競技場」ってこれ最終回だよこんなもと。<laughs> <laughs> ということで、えー、単行本7巻まで終わって、えー、いよいよ次回からですね「えー、ヨーク新編」っていうやつに入って幻影旅団などが現れるというわけであります。<laughs> ということでですね「えー、ヨーク新編だ」だ今回やるやつは。えーまあ ヨークシン編の大きな流れでいくとまあクジラ島に帰るとまあまあ父親陣から謎のメッセージがあった。 で、二つ目は、クラピカはマフィア組織ノストラードファミリーに入りました。で、結果、実質のボスにまで、まあ、今、現在連載中では成り下がっててですね、成り上がってるというのが、な、<laughs> クラピカダメなやつだよね、なんか。なんであんなマフィア組織に最初、方法として入ったのに、いつの間にか、もうなんか、古文を守るという目的化してるというですね、<laughs> クラピカかわいそうだなという感じで。三原営旅団登場、マフィアやゾルディックとは大違いな、まあ、ヤンキー漫画の主役クラスみたいな書き方してるんだ。 4戦闘開始現影旅団によるオークション襲撃があってマフィア VS ウォーキンがあってイン陰住 VS ウォーキンがあってっていう流れがあって5番目、えー、クラピカ対ウォーキンの戦いでこれ初のねメインキャラの全力戦闘っていうのがあるんで実は「ハンター×ハンター」っていうのはメインキャラの全力戦闘を避けて避けて避けて避けまくってとんちで切り抜けてっていうのでシリーズが成立してるやつだから珍しい。 なので、実を言えば、これ、クラピカはこの後、主に解説として登場。<laughs> あの、影のあるセリフを言いながら、解説して登場っていうね、なんかパターンになっちゃうんだけど、その辺の秘密は後で開発するね。 で6番ですね「源英旅団を探せ」というふうなことで信長が、まあ、ゴンとキルアを監禁したりですね7番「鎖野郎を探せ」ということで旅団大暴れゾルディック家対団長の対決があり8番「占いと行動」ということでですね源英旅団の主観シーンもう源英旅団が主役になっちゃってるんだよね。でゴンたちと団長の人質交換って話があって9番「幕農だが死んで団長は去る」というですねこのように実は。 幻影旅団が主役の回でですね、なんか豪華ゲストにゴンとキルアが出てますというのに近いんだよね。これが幻影旅団でございます。あの、まあ、別にこれを見たからといって何ということもないんだけども、13人のメンバーがいてですね、これはあの12巻の表紙なんだけども、で、原影旅団、面白いのはこの、今回のシーズンでは幻影旅団とマフィアグループというのが両方出てくるんだけども、なぜかマフィアグループは徹底的にダメに書かれてる。で、なんでかっていうと、なんかね、 両方とも悪悪いググルルーーププななんんだだよ。悪者グループなんだよ。者ところが現役旅団の方を悪いんだけど家族仲間にだけは優しいっていうふうに書いちゃったものだからマフィアも本当はそうなんだけどマフィアもそういうふうにするともうねなんかキャラがかぶっちゃうんだけど <laughs> なのでマフィアは徹底的に愚かで強がりばっかり言っててバカの集団みたいに書かれてるっていうのが、まあ、今回の特徴だからそういうふうな出し方を見て分かる通り実は現役旅団っていうのは。 その主人公グループうなるともうなんかね、あのー、どんどん後で困ったことになってくるんだよもう最初に言った通りクラピカがノストラードファミリーというところに単に雇われたはずなのにだん,だん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 ノストラードの「 なんだろ、娘さんは占いの能力を失ってしまうし、お父さんは何が何だかわけが分かんなくなってきて、私が面倒見ましたというふうに宣言しちゃったもんだから。<laughs> なんかね、もう収入源のないマフィア組織を何とか成立させてしまう良い,い番頭さんになってしまって、暗黒大陸に行くあたりではですね、もう完全に、あの、趣味で火の目を集めてるマフィアの番頭さんになってしまってるというところが、なかなか悲しかったね。で、 まあの見せ場ありますあのえっ、ー、とですね富樫さんがあの、まあ、漫画のね書き方の秘訣っていうのを他の漫画家に講釈してるインタビューがあってその中でやっぱりあの少年ジャンプの漫画としてやらなきゃいけないことはまず「低税」があって「アンチ・低税」があってそれを乗り越える「人定税」っていうのが出すつまり常識的な回答を出してものすごい回答を出して その上で主人公というのはそれをはるかに超えることをやらなきゃいけないっていうふうなことを言ってるんだよね。で今回で言えばその幻影旅団の人がこれ信長というキャラなんだけどさ信長というキャラが、えー、自分の仲間が殺されたというふうなことで必ず復讐するって言って泣くんだよね。それに対してあのゴンはあの「仲間のために泣けるんだそんなことはない血も涙もないやつだと思ってた」ということで「なんでその優しさを他の人間に分けてやれなかったんだ」と言って それまでがもう本当に拷問みたいにして負け続けた腕相撲にガーンって勝つっていうシーンがあるんだけどもここがやっぱりその冨樫漫画の真骨頂というやつだよねつまりそのまず幻影旅団は悪の集団であるっていうテーゼを書いて次にアンチテーゼとしてでも仲間思いのやつらがすごくいるじゃあどっちなんだいいやつなんだ悪いやつなのかっていうふうな判断になっちゃうんだけどそこでゴンは 怒って、「じゃあなんでその優しさをもっと普通の人に自分たちが殺した人に向けないんだっていうふうに言い切れるからこそ「ハンターハンター」富し漫画なんだっていうこのねあのテーゼとねアンチテーゼの出し方がね相変わらずうまいまあでもね逆に言えばね「ゴンの店」はねこのシーズンに関してはそんなにないんだよね。で今回の主役は「幻影旅団」なので幻影旅団はねあの特有の倫理観とか内部ルールがあって。 めちゃくちゃゃく面白いです。例えばあのメンバーは死んだら交代っていう風に言われるんだであと交じ切れ禁止メンバー同士がマジで喧嘩するのを禁止しているのでさっき言った信長っていうやつが、えー、仲間を殺されたので復讐しようとしてるんだけども町っていう団員が、えー、その鎖野郎クラピカのことなんそれは、えー、と団長おそらくそいつの仲間に従ってると思うけどっていうふうにこれは何かっていうと。 旅団っていうのは入隊したければその団員を倒せばつまり殺せば交換可能自分と交換可能というルールになってるんだねつまりより強い人間より強いメンバーを入れようとしてるというふうなことなんだけどもまああのなんだろうこういうことをななんだろうな平気で言えちゃうような鉄の掟っていうのかな割と冷たい掟を持っているような団体に見えると。で かなり、ね、そのこのシリーズ全体を通じて幻影旅団の設定っていうのかなあのメンバー内のルールがどんどん明らかになってくるんだけど面白いんだよね。えー、っと例えば、えー、なんか原営旅団に対して警戒されてるとマフィアが警戒されてるでそれのがあったので右冒金は「俺たちの中に裏切り者がいるぞ」というふうに言ってユダがいるというふうに対して、えー、団長はですね えー、そ,それは違うと。いないよそんなやつはそれに俺の考えじゃユダは裏切り者じ,じゃないと。これはあのまあ多分キリスト教におけるユダっていうのは何なのかっていうとそのイエス・キリストを何だろう神の子として信じようとしてで信じすぎたために他の人にみんながイエス・キリストのことを神の子じゃないっていうふうに言うわけだよね。で他の なんだろう使徒は使徒あの弟子たちはついていくだけなんだけどユダだけはそれをどうしても周りの人間に証明したかったなのでこいつをうーんローマ人の監督官たちに売ってえらい目に合わせれば神神が多分神の子だだから助けるだろう?」と。それを見ればみんなイエス・キリストのことを救世主として本当に信じてくれるに違いないっていうのがまあ大体そのユダがユダがなんで そんなことをしたのかっていうと、一段目の解釈としては、ユダは裏切り者だからっていうのがあるんだけども、二番目のアンチテーゼとして、いや、ユダこそ本当のキリスト教の信者だったからだ。ただし、神を試してはいけないという旧約聖書にある大原則っていうのを忘れてしまった。まあ、それぐらいのポジションになってるから、多分それぐらいの意味だと思うんだよね。俺の考えではユダは裏切り者。でも、本質はこの右の側のページ、反対側のページで、 えー、俺,たちの俺たちの中で裏切り者は俺たちをマフィアに売って何を得るんだっていうふうに書いててここでちょっと密かな顔を見せてるんだよねそれで満足したと思えるようなんですか。俺たちの中にいるのかっていうのはこれはもう完全に、えー、クロロつまり団長はひそ、えー、かが裏切り者だと知っていてこんなくだらない裏切りをこいつするはずがないと俺たちの中にいる裏切り者はこいつなんだけどもこいつ実は裏切り者じゃないんだよなんでかっていうと 旅団に入るための条件は何かっていうと欲しいもののためには何でもするっていうこととあと強くなるということにためらいがないということだじゃあヒソかが欲しいのは何かっていうと団長と戦うことだからそういう限りではヒソかはあの実は俺を殺そうとしてるのであっても立派な幻影旅団のメンバーなんだっていうふうに宣言しているところはちょっとこの面白いところなんだよな。で、えー、この羽キンが殺されちゃったと殺されちゃった時に。 そのさっき言った信長とかはえすごい心配するんだけどもところが団長はあの鎖使いかというふうなことでウボキンが倒されれててるることを、もう受け入れちゃってるんだよね。操作性か具現化系だなと1対1で破れることが高いのがこのタイプだというふうなことでこのシャルナークみたいな、まあ、ステキャラが捨て <laughs> キャラって言ってもなんだけど <laughs> 俺がついてけばよかったクソって言ってるんだけども一切団長はそういうふうなことに関して心が動かされてる様子がないと。 じゃあ団長は冷たいやつなのかえー、っとであくまで信長が羽毛巾の敵を打ちたいというのに対して団長はですね、えー、そうじゃないとお前らはここね死ぬのも仕事だとお前は羽毛巾ののは特攻だと死ぬのも仕事の一つに含まれると。で、えー、情報系とかそういう戦略主に 生命だったと。だから死ぬことも仕事だからいちいち死んだということに対して復讐を優先してたら駄目だとその復讐を優先するあまり俺たちの生命線である情報部隊補給部隊を危険にさらしてどうするんだってこれもそのセリフとしては納得できるんだけども団長に関してはやっぱりその減塩旅団の掟に対して忠実な冷たいやつっていう印象はねなんかすごい。 あるわけだ。で。原油旅団の理念だよね。あの原油旅団っていうのは、トップの命令は絶対なんだけども、トップの命は絶対ではないっていう考え方。つまり、俺の命令は絶対に聞くんだけども、それは俺を絶対に守るという意味ではない。そうではなくて、俺が決めたことを。 よりつらこと例えば俺が死んだら誰かが後を告げば良いと頭より足が大事な場合もあると言うんだけども実はここに流れている論理というのは気が付くかな株株式式会会社社社のの論理なんだよな。なんんだだよよ。いいうのは、社長が大事じゃないんだよそうじゃなくて社長が命令した通りのことをみんなが実行するのが大事で社長が倒れたりもしくは社長がその命令以外のことをやった履歴以外のことをやったら社長をクビにして。 永遠と組織として生き残ることがの目的なんだ。これ幻影旅団とか雲っていう。ふうに言ってるからよくわかんないんだけど、実は組織の方が大事だと言ってる。その意味ではそのマフィアと全く同じなんだよね。人情にそこそこ熱くて組織の方が何より大事ででトップがの命令が絶対だからといって、そのトップの命を守らなきゃいけないということではないというそうではない。っていうのは？ どちらかかというと、といい。う株式会社とかマフィアに近いだからマフィアを肯定的に書けなかった理由はここにもあるんだよ。現営旅団というのは実は現代組織そのものであって同時に理想的なマフィア組織でもあるから,からマフィアを悪者にして書くしか,ないんだよななんかあるべきマフィア像として書いちゃったからっていうの。でただそのよいしょ。 こ,れここもそうだよねあの同じやつなの。同じようなシーンなんだけども団長がさらわれてじゃあどうするのかというふうなことでみんなもめるんだよ。でそこでフランクリンが「俺たちにとって最悪のケースは何だ?」った言ったら「長が殺されててみんなが操作されてると」で「鎖野郎は捕まえられずに復讐できずに逃げてしまうとそれが間違ってんだお前ら」と「最悪なのは俺たち全員がやられてクモが死ぬことだ」と。 例えばこんな喧嘩をしてクモが中間割れをすることもいけないというふうに言ってるこれもなんかその売り上げが大事じゃなくて会社の存続が大事だっていう <laughs> 株式会社の論理だからすごいねその「ハンター×ハンター」というのを読んでたらなんかこう僕らは。 悪の論理みたいなものを読まされたりもしくは超能力者いわゆる念能力みたいな人を持っている人得意の論理っていうのを読まされているような気になるんだけどもそうじゃなくて現代の論理現代の倫理っていうのが書かれてることが割と多くてなんか僕そういうところが好きなんだよね。でじゃあ何だろう面白いのはこの <laughs> 団長が占いを自分でしてもらったところでこう泣いちゃうところがあるんだけども。 何で泣くのかっていうとこの占いの中でですねえー、っとなんだっけあの「大切な暦が一部かけて」っていうふうに書いてるんだでこの「大切な暦が一部かけて」っていうふうなことで初めてこの団長クロロは原油旅団の団長はウ毛ウンが死んだということがはっきりわかるんだよね。でこの段階でね 思わず泣いちゃってで、その後、この女の子に対して死後の世界ってあると思う霊子の存在を信じるっていうふうにパパッと聞き出すんだよ。そこでその実は、えー、誰よりもですねウボウキンの死っていうのを嘆いていたっていうのを見せるんだけどもでもそれは何だろうなもうあのだ他のキャラクターみたいに悔しくないのかみたいな問いかけをせずに。 一回だけ流す涙とその後のリアクション死後の世界を信じるかっていうふうなことで何かこう持っていくっていうのがですねまあこのあとしね僕はあの面白いと思ったのはこの今回主役は「幻影旅団」と言ったじゃん。だから影旅団をみんなが読者が好きにならなきゃいけない。好ききにならなならゃいけないけので。 スンデレに回想をつけてる。<laughs> 俺、好きなんだよ <laughs> 役割分担っていうのかな例えば町屋クとかシャルナークっていうのはセリフあるんだけど感情がないキャラクターなんだよでえー、信長はもう早いうちからゴンのことを気に入ってくれて心を開いてくれるキャラクターだしあとパクノダはそのゴンとかキルアと一緒にたくさんいたから徐々に徐々に心を開いてくるキャラクターなんだで 団長とかフェイタン、あの、なんとかあるねっていうやつね。これはもう最後まで心を開かないキャラクターなんだ。で、一つの集団の中に、早いうちから心を開いてくれる。徐々に心を開いてくれる。最後まで心を開いてくれないという階層を設けることで、あの、見てる人が、 本来悪いやつの集団の幻影旅団のことをだん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 好きになってくるっていうなんかそういうねその集団の中に積んでる役割っていうのを分散させてるところが作役上すごく面白い。でフィンクスっていうなんかこのなんかこうこんな何だろうスフィンクスみたいなやつをかぶってたのがもう今回のこの話の中心でえー、とりあえず彼がゴンとか キルアとかをどう見てるのかの目線変化がもう幻影旅団のキャラ付けになってるんだよね。で、なので、もうお話全部が終わったら、もうフィンクスも成仏しちゃって、<laughs> もう、えー、パックは、パクはお前たちに感謝してたよって後ろ姿で、俺もお前たちのことがそろそろ好きだよみたいなことを言っててですね。で 大体こんなことを言うと「殺すぞ殺すぞ」って言ってたフェイタンもなんとなくこう許す目線になってるというふうなことで現、えー、影旅団のですねあの成長があるですね変化があるというふうなことでまあこの辺がその現影旅団のあのー、面白がれるポイントだよね。でえーとね あと今回ね、ちょっとハンター×ハンターの法則みたいなものを話してみたいんだけど、えっ、ー、とね、全力で戦うと死ぬまたは役を失うっていう法則があるんだよ。これ、あのー、前回のヒソカ対カストロ戦っていう、あのー、のがあって、あとはね、あの、団長対ゾルディックのじいさんとかですね、あと、キメラアント対ネテロ会長もそうなんだけども、とにかく全力を出し切ったキャラクターっていうのは、その、 ハンター×ハンターの中で役を失っちゃうんだよね。だから、あの、クラピカみたいに延々生かされて、<laughs> あの、解説役としてですね、まあなんか、野球選手としてはパッとしなかったんだけども、以後、解説員として役に立ちますみたいな生き延び方もあれば、ネテロ会長みたいに華々しく死んじゃうという場合、とりあえず全力で戦っちゃうと、つまり全てをさらけ出して見せてしまうと。そのキャラに謎っていうのがなくなってしまうと、ハンター×ハンターの中では、そのポジションを失ってしまう。なので、 ゴンとキルアはいいんだ。これはね何回負けても修行して強くなるというキャラクターだからでもゴンとキ,キルア以外のキャラクターというのは巧みに巧みに全力で戦闘するというのをひたすら回避してるんだよ、ねだ。ひたすらひたすら回避してトンチでやったりもしくはなんかいきなりドッジボールやったりっていうのがハンターハンターのすごいうまいところなんだよねあのまあクラピカはもう本当にさっきも言ったように対ウボウキン戦で全力を見せちゃったからまあ今使い道が だん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 解説役みたいになってしまってるということだと思います。であと僕は面白いなと思ってるのはね今はね連載中の「ハンターハンター」連載中っていうかもうもうすぐ連載が始まるやつではもうね単行本2巻ぐらいにわたって主役っていうのはゴンの父親のジンなんだよ。で長い少年漫画の歴史で。 父親から息子に主役が映ったことはあるよ。ドラゴンボールとか。でも、<laughs> 息子から父親に主役が映ったことは、空前絶後だと思うんだよ。<laughs> いや、なんかね、どんだけ作者はドラゴンボール好きやねんって思うんだけども。あとね、あの、ゲイ旅団に関してなんだけど、俺今回は幻影旅団、すごい主役で今回良かったよって言ってんだけど、主役でもうとにかく心情変化をね見せちゃって、 で本当は悪いやつなのにゴンとかキルアに対してなんだろう友好的な目線を送っちゃったから実はね原量団も,うもう設定として。 腐ってんだよ。もう、もう賞味期限すぐ、<laughs> あの、過ぎてて、な、なんでそんな原営旅団がよりによってクル,クルタ族の目が欲しかったのか、クルタ族を皆殺しして目を奪ったのかっていうのが、もう謎なんだよ。謎で、なんだろうな、その、もはや多分作者にも説明できないから、クラピカの復讐ってね、もう永遠に叶わないと思うんだよね。で、次回はですね、来週はグリードアイランド編やります。グリードアイランドっていうのは僕が、 実は「ハンター×ハンター」の中で一番「ハンター×ハンター」らしい面白い回だと思ってるんだだからその作者としてもすごいやりきった感があってなんかグリードアイランが多分一番面白くてただその次のキメラアント編がすごすぎたんだよねあれは奇跡の成功みたいなもんでなんかあのキメラアント編がうまくいきすぎたせいで今の暗黒大陸編がすごい苦しんでるとそれはまあ一番の理由はあの十二神 十二神というキャラが何にも面白くなくて楽しくなくて誰も好きになれなくてっていう失敗しちゃったキャラ設定とかいっぱいあると思うんだけどもこの なので、そのハンター×ハンターが少年漫画として一番続々して面白くて完成形に近かったグリーダーアイランド編やってみます。もうとにかくね、クライマックスがね、あのゴンとヒソカがドッジボールで、えー、味方同士になって戦うっていう <laughs> まさかの展開で全力戦闘をやらさないためにここまでするかっていうのを見せてくれるですね。怒涛の展開劇というふうなことで、えー、ハンター×ハンター解説ですね。えー、20分ぐらいで終わりましたんで、まあまあ勘弁してください。ね キメラ編のです、ね、ストーリーの流れをだいたいまとめてみました、えー、っとまずグリードアイランド編のラストでジンに会えるはずが、まあ、カイトに飛ばされて合流とでここでキメラアントの女王の体の一部を入手して新たな脅威が来たと分かるとで次に女王アリがいろんな生物を捕食して捕食後輩、つまり食べた生物の特徴を持った子供を産卵するってことが分かるとでこれが人類の天敵として設計された敵役なわけだよね で、師団長を殺ると不思議なコアラなど人間っぽさを残した蟻たちが出てきて、まあ、素直にこれは将来駆除できない駆逐できないなっていう伏線も張られると。で、えー、とてつもなく強い親衛隊ネフェルピドってやつにカイトが殺されゴンとキラーは修行エピソードに島流しになるとこれ島流しになるというふうに俺が言ったのは事実上ここでストーリーラインは2つに分かれて。 実はそのキメラアントがのどうやってなんだろうな、えー、誰が主導権に逃げるのかとかそういうお家騒動の話とに比べればなんかねゴンとキルアが修行のために、えー、ナックルとシュートというやつを戦わなきゃいけないけどそっちの方の、ね、温度がねだいぶ違ってくるんだよねなのでまあ島流しみたいになりますで王がついに生まれてキメラアントが分裂するとお家騒動だね。で各師団長 倒すという個別エピソードに移って転換ポイントですね。えー、軍儀という、まあ、将棋の進化したやつみたいな名人小麦という女の子が登場してラストへの流れと、まあ、あのこれがね前半の大きい流れなんだけどもうんとねこれねあの上の方の3つのエピソードつまり人間っぽさを残した有り立ちっていうのは後半でねあまりうまく機能してないんだよね。でそこかから分かるのが、 やっぱそのこの富樫さんという漫画家は完全な構成を決めてその順番でエピソードを出すっていういわゆるバックマンデスノートタイプの漫画家ではなく筋肉マンタイプの漫画家というのかなものすごい設定を考えて。 まあまあ、元宮博タイプと言ったらもういいかわかんないねとにかくすごいことを考えてつどうなるって言ったら俺もわかんないどうなるって言って続きは来週までに考えるってとりあえず寝てしまうタイプの漫画家だというのが前々の,その天空闘技場編とそのなんだろうなグリードーアイランド編の念能力の設定のバラバラさからわかるようにこのキメラアント編でも最初に出した伏線がもう本当にこれどうするんだという状態になってるわけだ。特にあの ジャイロっていうその、あのー、なんだろうな悪の象徴みたいなキャラクターが出てきてでこれが街の中で消えていったっていうような話になってファンの間では次ジャイロ出てくるのいつかいつかいつかって話になってんだけども <laughs> 俺思うんだけどもう出てこないと思って <laughs> もうねこれはねは作者にしてみてもうん、もうあれ今更出せないよっていうやつの一つになってると思うんだよっていうねあの 設定がジャイロ、もううう出なな、いようそうでしょあの設定をね、まあ、次々と使い潰すってことはないんだけどもまあそういう意味でもないんだけどもあの後で矛盾が出てくるよりは一番面白い手を常に常に探してるからどうやってもこうやって捨ててしまう設定が出てくるんだよね。 で、えー、軍儀の名人、小麦が登場して、ここで転換ポイントになって、ここからドラゴンダイブという技を使って、まあ、キルアのおじいちゃんだよね、おじいちゃんとネテロ会長がですね、えー、いよいよキメラアントの本部に突入すると、ここでもう敗北が決定してるんだけど、実はなんでかっていうと、キメラアントって王というただ一人の存在に向かって、主が進化していくものんなのんね。で、これをもってすごいっていうふうに書くんだけど、逆に言えば、 人間に比べて何が弱いかっていったら王が殺されれば全て終わりっていうねすごい脆弱な組織なんだよね人間は誰が倒されようが生き残ってるやつがいる限りもう一回リベンジリベンジリベンジでかけれるんだそれが人間の多様性の強さでこれがラストに向かっていってる実はその独裁政治と民主政治はどちらが優れてるのかそれも政治的な意味で優れてるのかっていう話につながってくるんだけどさ 王が一人いればいい王一人の進化のために全てを捧げるというのは逆に言えば王一人が攻略されれば全てが終わってしまうという中ですごいこのなんだろうね一点突破の才能しか持っていない人間がそれがおられると全部終わりっていうなんかそういう不幸を書いてるんだよねで、えー、その次にネテロ会長と王との戦いで会長が死んでミニチュアローズで核兵器が爆発すると。でこれもねあのその 会長とあのネテロ会長と王は実は戦う必要ないんだよね正直言ってしまえばネテロ会長がやるべきことは、えー、王に会った瞬間至近距離にいる瞬間に自分の心臓を突いてミニチュアローズを起動させることだったんだよそこでもう彼のミッションは終わりなんだよねいわばあれあのグリードアイランド編のさゴンと全く同じことやってんだゴンはゲンスルーにあってこれぐらい怒らせたら すぐにあの次の段階に入りなさいっていうふうにあんなにビスケに言われてたんだけどもごめんビスケ俺やってみたいんだどこまで自分がやれるのかって言ってガンガンやってもう死にそうになってからビスケの言うことを聞いたんだよね。 全く同じで、やっぱりね、強化系は似てるんだよね。<laughs> ネじの会社カが思ってるのは、ごめん、各国の首脳、俺でもどこまで自分が続ずるかやってみたいんだって言って、これまで人間相手だったら試せなかった技を全部出して、だから幸福だったと思うよ、本当に。生涯に一度だけ全力で戦える相手と出てる戦って、その後、じゃあ、そいつと戦った自分の中に、 熱い思い思はあるのかだって王の中に熱い思いがちゃんと出たんだもんところがネテロ会長の中に出たのは王と散々戦って出てきたのがうんでもアリンコのために人間滅ぼせねえよなって言って自分を殺すっていうね <laughs> ひどい裏切り人間の方が汚いっていう <laughs> 人間の方が汚いっていうのがネテロ会長が汚いっていうねな,んかなかなかすごいシーンがあってまあこれで、えー、王は、まあ、この時に。 えー、核爆発の被害を受けたというか、まあ、ミニチュアローズで描き方をしてるんだけども、えー、その後で死んでしまうと。でゴーンはそのあのー、もう本当にねサイドストーリーになっちゃってんだよね。あの新兵隊のネフェルピットを倒してで、まあ、なんかこう強制的に自分が成長して、えー、瀕死の状態になってしまうと。で王と小麦の最後が描かれてキメラアント編は終わります。で何がやっぱりね異常なのかっていうと ゴンが王と対決しないと。それどころかね、ゴンは一度も愛もしないんだよね。これ何かというとね、タイガードラマの作り方なんだよ。あの、機動戦士ガンダムってあるじゃん。機動戦士ガンダムってテレビ版、劇場版を見ても、一度もアムロレイは、 もうあの <laughs> ドズルザビにも会ってないガルマザビあドズルザビにだけやらせはせんぞっていうところにあったけどなん <laughs> <laughs> だこれっていうだからザビ家の人とね全然会ってないまま主役があっては、ま、何のことかわからないままお話が流れるとでも見てる人はそこに大きいものを感じるっていうのは「大河ドドララマ、マ歴史ドラマの作り方なんだよねでその。ハンター×ハンター」もこれまでの少年漫画的な文法であとねその「 グリードアイランドまでの作り方だったら別に王とゴーンを合わせることも可能だったんだよねでもそれをあえてせずに全く別のステージで話し進めたっていうのはなんかその歴史ものの大きい流れみたいなものを漫画の中に入れ込んでいこうとするで次に後半さっきあのゴーンがサイドストーリーになってしまってるというのは何かっていうと後半は王があのなんだろうな キメラつまり、隠された部下によって、忠実な部下によって隠された真実を知るとか、自分の本当の気持ちを知るっていう、そういう自分探しみたいなものの話が中心になってしまうってことだな。で、あとは、その、さっきも話した、よくあの、政治で言われる永遠に終わらない論争としてさ、あの、独裁性と民主性どっちがいいのかっていう話あるじゃん。つまり、パッと決めれて、 優秀な人が決めてくれるんだったら、でもいい独裁性まあそれがいいんだという独裁性とそうじゃなくてみんなで考えて代表で選んだ人がいろいろ決めるでそれを全部俺たちが突っ込むからいいんだっていう民主性とどっちがいいんだっていう話があるんだけどさどっちがいいっていうのは倫理的にどっちが正しいかっていう話じゃないんだよ、ね、だから、倫理的に正しいんではなくてどちらの方がよりグループが生き延びやすいかって話なんだよ。でキメラ その中の種族の中心であり頂点である王がただ一人お進化の頂点に立っててもなんかそのあんまりいいことなかったんだよねもちろん最後彼がちょっとね状況が変わったらとっても正しい正しい独裁者になれた可能性はあると最後の最後で小麦との関係を考え直すことによって人間とキメラアンとの完全な共生というのを考えて対等な存在として考えてっていうような こともできたんだけどさ、なんかその子があるのが限界。個人っていうのがあるのがやっぱ限界なんだよね。独裁制のあの民主制っていうのは、小麦のような純粋さもネテロのような。その他の世界、各国の首脳のような悪意もなんかこう。両方持てるのが民主制のすごいとこ。ろなんで民主制が持つ。矛盾性ゆえの矛盾ゆえの多様性というのかな。あの多い王に対して悪意と。 小麦が持ってる無償の愛と両方を与えてしまえるっていうその幅の広さが民主戦の強いところなのでその政治劇として見てもやっぱハンターハンターのこのキメラ編っていうのはすごい面白かったと思うな。あので富樫さんが別のねインタビューであの なんでヒ素が出さなかったのかというのに対していやなんか師団長クラスならヒ素が瞬殺してた親衛隊クラスだつまりネフェルピドとかああいうふうなクラスだったらヒ素が簡単に殺しって言ってるんだよつまり例えば現影旅団の団長とかあとあのキルアのお父さんのシルバとかあとゴンのお父さんのジンだったら多分王に勝てたかもしれないと。 どういうことかっていうと、もうね、キャラクターの強いやつの上が固まり出して、大混雑状態になってるんだよね。<laughs> で、もう、あの、えらいことになってしまったということで、キメラアント編、ここで終わるね。あの、次の、えー、何か編っていうふうに呼んでんだけども、あの、キルアの妹で、何、あの、ある、あるかっていう女の子がいて、それが何でも望みを叶えてくれる何かという存在に時々切り替わると。で、その話になったのが、もうこれ何かっていうと、 どういう意味かというとゴンの死にかけの状態を治すために万能の存在を出さなきゃいけなくなってきてでそれをミッションをクリアすることによってキルアが成仏して、えー、じゃあしばらく俺は妹と一緒に旅に出るわっていうもう本当につきものが落ちたさっぱりしたみたいな顔をして旅に出てしまってこれはそのもうすでにキルアという存在があのお話の中でゴンの相手役としては 不十分ななものにっっちゃったからだね。これまではずっと「キルアは実はすごいんだすごいんだ」っていう隠し玉を作者なら一生懸命考えて出したんだけどもう限界に達したので、まあ、キルアはあのリストラされたと。で今どうなってるのかっていうとあの前回も話した通り前々回か話した通り、えー、孫悟空から孫悟飯へっていうような 父親から息子への主役の世代交代はかつてあったが子供から親へっていう世代交代はかつてないって言ったんだけども今ジンとゴンの親父のジンとあとバリストンっていう、あのー、ハンター協会の裏切り者と言えばいいのかな,なんかこうユダみたいなやつとが、えー、主役になってコンビを張ってるとでそれをネテロ会長の息子であるめっちゃキャラの強いやつが出てきてか、まあ、き回してる。 ネテロ会長の息子というやつが推しは強いんだけども慎重に漫画を読むと何一つ悪いことをしてないんだよねで何一つ悪いことをしてないということはこれはそのなんだろうな後々になって対立する駒ではなくて主人公たちが乗り越えるべき大きな壁になるということをまあ暗示してるとつまり倒すべき存在ではなくてなんだろうな乗り越えなきゃいけないという存在になっている。で あ、パリストンだな、ごめんありがとう。でジンとパリストンっていうのがまあおそらくゴンとキルアの関係になってんだ。でねやっぱね何が失敗だったかっていうと単行本の一巻の早いうちにゴンとキルアが仲良しになってしまったのでそっからさっきキルアは永遠、俺はお前のおかげでこんな,こんなになんかまっすぐに物が見れるようになったゴンありがとう」しか言えないような, <laughs> なんかね内面ダダ漏れの気配になってしまったと。 もうちょっと仲が悪くても大丈夫だと。で、お互い似た者同士だからどんなにお前がゲスかわかるとか、あとパリストの方はパリストの方で、私は人に対してなんか憎しみとか嫌いと思ったことがないんですがあなたのところが初めて嫌いになれそうですよ、仁さんっていうねな、なんだこの BL みたいな展開はっていう、お互いにもうで、ね、ラブラブ告白しまくって。 もう、どっちがナンバー2だとかっていうような話になるっていうねあのまあ,あのそういう話の中に2人とも全然頭が上がらないそのネテロの息子っていうのが出てきて。 もうドラゴンボールだよねこれは <laughs> あの。なんだろうな亀仙人のところでようやく修行する話になるのかなって思ってるんだけどもまあとりあえずあの今の「暗黒大陸導入部」っていうのは選挙編っていうね作者の大チョンボ大ミスをリカバーする戦いとりあえず十二神っていう役に立たなかったやつらをなんとかできるのかとクラピカやレオリオという賞味期限切れのキャラクターっていう。 あと十二神っていうので残り物のチャーハンができるのかどうかだよね <laughs>。で、ジン・パリストンが互いに信頼し合って共闘するか、その前にゴンが復活するか、一番ありそうな連載がそのまた終わってしまうのかとか、休んでしまうのかって、そういう段階に入ってると思います。えーまあね本当にね 今夜のもう3時か4時ぐらいになったら俺はもう吉祥寺のコンビニを1軒ずつ回ってジャンプありますかと聞いて回る出たびに <laughs> あのし、縛ってるやつがあった <laughs> いやそれこれ開けてくれませんかってお願いするっていうですねえー、旅に出ると思いますけどもまあまあ楽しみにしておりますということでえ、1ヶ月にわたってですねお送りしてましたハンターハンター振り返るっていうのはですねえー、まあこんな感じでですねあの明日からのですね新刊発売ですから。であとは もうずっと俺も連載中、ハサミで来て撮ってるからですね。えー、新連載を楽しみにしたいと思います、ね。ハンターハンターね、今ね、本当に難しくなりすぎてんですよ。面白いんですよ。ハンターハンター面白いと。ねあのこれね、連載が間違いなく、毎週毎週。 一年か二年続いてくれるんだったら、別に辛くないんですよ。でも、ひょっとしたら、今回、これで終わりじゃねえかって恐怖と, <laughs> と隣り合わせになりながら。もう本当に今週号で終わりじゃないかという,ふうに思いながら読んでると。あの内容はしんどい、何がしんどいかっていうと、今、いわゆるあの船内でですね。何だろうな、謀略者になってるんですねあの。課金王国というところに、王子が、まあ、つまり、王位継承者が。 1> 第1位から第14位までつまり14人の王子様がいて王子っていうのは王の子供という意味ですから男も女も関係なく全部王子なんですよ。14人いてでそいつらが誰が生き残るのかと生き残ったたった1人の 物に多い継承権を与えるというふうに、ホイコーロー国王というですね、ふざけた名前のやつがいいんですよ。このホイコーロー国王というやつもまた最初はね、あの、暗黒大陸には無限の資源があるホイとか、みんなで行くホイとか言ってて、まあ、いわゆる太っちょの、なんだろうなあの、あの、ハクション大魔王みたいなキャラだったわけですよ。で、てっきりこいつはお笑いキャラで気楽なやつだと思ってたら、なんか最近出るたびに目つきが悪くなってですね、<laughs> 心の内面のこと、セリフがめちゃくちゃ難しくなってきてですね、強そうなんですよ、ね、 で今んところ王位継承者の第1位の長男のなんかもうライオンみたいなやつがいてそいつがあのこの間ですねライオンを羽交い締めにしてですね殺して「俺こそが最強俺がみんな,なんかこう王になるのは俺だけで」って言ってるんですけどもひょっとしたらあのホイコーロー国王ってあれより強いんじゃねえか山の不動様タイプのキャラじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどまあそういう。 謀略性の話なんですけどもそれぞれの王子様に年中という年で使える獣これね多分あのいろんな漫画のジャンプでヒットした漫画の面白さを、えー、ハンターハンターは消化して紹介するっていうのがハンターハンターの面白さの一つなんですけど。 年中っていうのは完全にスタンドなんですよね。で、スタンド能力、いわゆるジョジョのスタンド能力っていうのを、あの、富樫が書いたらどうなるのかっていうのをですね、やっててですね、まあ面白いんですけども、この今やってるシリーズの主役がですね、クラピカなんですよ。クラピカは悪くないんだけども、もう知能指数高すぎるんですね。なので、 クラピカを主役にして話を作るとどうなっちゃうのかっていうと、まずクラピカが読者の常に上を行くぐらいいろいろ先読みするわけです。こうかもしれない、ああかもしれない、こうかもしれないというふうに考えると。 でも、ストーリーを作る上では、クラピカが主役だから、クラピカを驚かせるような事件が起こらなきゃいけないわけですね。なので、読者の上を行く、いつも想像を働かせてるクラピカの上を行くような事件があって、そこにまたさらに意外なセリフがやってきて、クラピカがしまったそうだったのかというふうに言ってるもんだから、もう本当に。 読者置いてけぼりのですね、知能、頭脳戦になってるんですね。その頭脳戦が1回2回だったらいいんですけど、もう4回ぐらい連続しててですね、次週も多分またクラピカ頭脳戦が延々続くんですよ。で、まあ正直しんどいクラピカさんだけではですね、お話を引っ張っていくのにですね、しんどいと、いわゆる、そうですね、なんかあの、 グラップラーバキシリーズで強いやつのインフレ現象って残ってるじゃないですかでクラピカが出て今のハンター×ハンターで頭のいいやつのインフレ現象が起こってきてですね <laughs> なんかもう変なことになってるんですねで基本こういう頭のいいキャラ出す時っていうのはまあ一つのお話の中に2人が限界なんですよデスノートで言えばエルとですねあとキラこの2人がいるから残りはまあ 普通か、まあ、ちょっと間抜けぐらいでお話が展開するんですけども、<laughs> ハンターハンターって、エルとかキラーみたいなやつがザコキャラでもいるんですよ。<laughs> なので、めっちゃ難しくなってると。まあ、この状況をね、なんとか解決するには、あのー、元々の主人公のゴンの親父の、えー、ジンとですね、あと悪役キャラだったあのパリストンってやつ、このコンビを出すしかないと思います。これあの、ゴンと、 えーっとですね、キルアが、まあ、前半のハンターハントを引っ張ってきたキーキャラクターだとすれば、おそらくこっからのハンターハントを引っ張っていくキーキャラクターっていうのはジンとパリストン、このコンビだと思うんですね。今のところですね、実はジンとパリストンっていうのは、えー、決定的な衝突、価値観が違うからお互いに憎み合うっていうのを持ってないんですよ。それどころかパリストンは、 生まれて初めて人間を嫌いになれそうですというですね。あれに、まあ、もう BL 的に言うと、俺、お前のことが好きかもしれないって言ってるのと全く同じようなですね。告白までやってるわけだからですね。ここから先、ジンとパリストンが二人でコンビで、ここまで行った状況を解決するために暗黒大陸を動かすという中で動いていくというのは、もうこれ明らかな流れだと思うんでですね。早めに富し先生は、もうダメだ。これ、積んだと決めてですね、クラピカを楽にしてあげてほしいなという,う。